今日は岐阜県のお取り寄せグルメをご紹介しました。どちらもご飯のお供です。まずこちらがご飯にかけるハンバグーです。はい、そしてこちらが豚からしらす味噌ということでいただいちゃいたいと思います。ではまずはハンバグーの方からいただきますね。ほい、ほ、いただきます。うん、お、お肉が結構しっかりと感じられます。で、甘めのソースなので、あ、これはお子さんでも食べられますね。あ、ご飯が進みます。これいいですね。うん、で、こちら豚からしらす味噌、どんな味なんでしょうか。しらすが入ってるんですかね。はい、いただきます。お、しらすしっかり入ってますよ。で、あ、味噌のこの味わいの後にピリッとこう辛さがふわーっと広がって、あ、この旨味と辛さがよくもう絶妙にマッチして最高です。これ、あ、いいですね。これから新米が出てきてご飯が美味しい時期ですから、これら使って皆さん美味しいご飯いっぱい食べてみるのはいかがでしょうか。今回の動画いいねと思った方はぜひ高評価お願いします。そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。